どうもこんにちは、今年もですねあと1ヶ月弱で終わるということで、今回はですね2019年あって良かったものランキングというものを作ってみました。今年もですねいろいろなものを試したりもしたんですけれども、その中でですねとてもおすすめできる7つのアイテム、こちらをまとめています。さあそれでは行ってみましょう。第7位、一富士スパッタシート。こちらはですね、ハトメがあるものとないものがありますが、僕はですねハトメがあるもの、こちらを使ってます。まあ、焚き火台とかを使ってるとですね、まだ燃えてるかけら、これがですね下から落ちてきたりとか、灰とかですねそういったものも少しずつ下に落ちてきたりするんですけれども、そういった場合にですね下に芝生があったりとかすると、この芝生が燃えてしまうということがあります。燃えてしまうというか焦げてしまうということがあります。なのでこのスパッタシートがあると、地面へのダメージがなく焚き火を楽しむことができます。まあ、下に灰が落ちててもですねわりかしですね簡単に灰をまとめて捨てることができるので、おすすめです。で先ほどですね、ハトメがあるものを使っているというお話をしたんですけれども、じゃあこのハトメが本当に必要かと言われればですねこのハトメの部分にペグを打ったりとかするんだと思うんですが、このスパッタシートがですね飛んでしまうぐらいの強い風、それぐらいの強い風であるとですねそもそも焚き火ができるのかどうかがちょっと怪しいなと思ったりもしますので、まあ、なくてもいいのかなという感じもします。まあ、とはいえですねあって困るものではないのでやっぱりハトメありの方がいいのかな。このスパッタシートに関してはですねもう焚き火をするときに欠かせないアイテムになってますので、まだねお持ちでない方、は、このスパッタシート用意しておくとですね下が芝生だったりとかしても気兼ねなく焚き火をすることができるのでおすすめです。さあ続きまして第6位、折りたたみテーブル。これねよくあるタイプの折りたたみテーブルなんですが、残念ながらですね、僕が買ってたメーカーのものは今ちょっと売り切れみたいです。どうしてもですね最近のキャンパーといいますとやっぱりそのかっこいいものを使うと、なんかこう見た目にかっこいいものを使うという方がね結構多いと思うんですが、子供の運動会用に買いまして、まあテーブルと椅子がセットになっているので使いやすいだろうということで購入したんですけれども、こちらがですね意外とやっぱりキャンプでも活躍するという感じで、ファミリーキャンプに行くときはですねもうこれを必ず持って行ってます。このねキャンプ系 YouTuber の方でねこれを使ってるのをあんまり見たことないんですけども、まあね、我が家はそんなに見た目にこだわらずに行こうということで、使っています。お値段もねそんなに高いものではないですからね、まあ、テーブルと椅子をですね別々に買うと考えたらだいぶ安いんじゃないかなと思います。ただですねこれ1個失敗したなと思ってるところがありまして、こういったタイプでですねテーブルと椅子これが別々になってるタイプもあるんですね。テーブルはテーブルであって椅子は椅子であってまあ、それぞれ独立しているという形があったりします。そういったものの方が、正直使いやすいと思います。僕が使ってるタイプはですね椅子の位置を変えることができないのでそこがねちょっと難点だなと思ってます。椅子の位置を変えることができないっていうことと、例えばね片方の椅子が壊れたりとかするともうね全部が使えないということになってしまうので、できればね分離式の方がいいと思います。まあ、もしこれが壊れたらですねテーブルと椅子が分離されているタイプ、これを買おうかなと思ってます。なんかですねこれからキャンプをやりたいという方と前話をしてて、ちょうどねこのテーブルの話になったんですよ。こういったテーブルの話になってこういうの使ってたらバカにされたりするんでしょみたいなことを言われたんですけれども、そんなことはないです。そんなことはないですし、まあねバカにするような人にはねバカにさしとったらいいんですよ。なので、自分が使いやすいもの、そういったものを使うのがいいと僕は思っているので、僕的にはですねすごく役立ってるアイテムです。まあ、車の中に収納するのもですねかなりちっちゃくできるのと、わりかしこうガンガン踏んづけたりとかぶつけたりとかしても大丈夫だったりするので、そういうね車載するっていう意味でも僕はねこういったタイプいいんじゃないかなと思ってます。さあそして第5位、こちらですね、スケータースキレット。これね何回も僕紹介してるんでまたかよって思われるかもしれないんですが、これがねだいぶ使いやすいんですよ。で大きさもですね、ソロキャンプをするにはちょうどいい大きさだったりするんですよね。一人でキャンプに行くときはほぼ必ず持って行ってます。このスキレットの特徴は2つありまして、まず1個は取っ手が外れるということ、取っ手が外れるということと蓋がついてるということです。この蓋はですねただの蓋ではなくて、そのままフライパンになってしまうという蓋です。
この蓋がついているのがなぜいいかというと、まあ、まず一つは蒸し焼きみたいなことができるということも当然あるんですけれども、それともう一つですね、いいこととしては、スキレットって大体蓋がついてないので、移動中とかにですね、スキレットの中にホコリが入ったりとかゴミが入ったりとかすることって結構あるんですよ。まあ、そう考えるとですね、移動中とかに中が汚れないという意味でも、この蓋があるっていうのはね、かなりポイントが高いと思います。まあ、一個ね、改善点としてはですね、この取っ手に関しては、取っ手をもうちょっと短くしてですね、このスキレットの中に直接入るサイズにしてもらえると、もっと使い勝手がいいのかなと思ったりもします。まあ、ノコギリとかヤスリとかで削ったりとかして、このスキレットの中に直接入れるというような改造をされている方もいるみたいです。さあ、続きましては第4位、ヤマゼン電気式毛布。大きさはですね、140cm×80cm のものを購入してるんですけれども、今までですね、キャンプに行った時は、寒い時は寒い、暑い時は暑いということでね、こういったものは使ってなかったんですけれども、あまりにですね、皆さんが使ってるのでどうなんだろうと思って購入してみました。まあ、その結果ですね、確かにあったかいです。で、確かにあったかいし、ファミリーキャンプとか行く時は、子供だったり、あと奥さんとかがね、冷え性の方っていうのも多いと思いますので、まあ、ファミリーキャンプに行って寒い時にですね、子供や奥さんに使わせることができるということで、この電気式毛布かなりいいものだと思います。ただですね、僕が毎回使うかというと、ちょっとうーんというところはあったりするのが正直なところです。もともとですね、先ほどお話ししたように、寒い時は寒い、暑い時は暑いというふうにやってますんで、まあ、冬に行ってですね、あんまり暖かすぎるのもどうなのかなというのもありますし、あとね、前使ってみて思ったんですが、これ使うとね、出れなくなっちゃうんですよ。あったかすぎてここから出れなくなっちゃうので、まあ、こう人をダメにするじゃないですけど、あまりにね、これに頼りっきりになってしまいそうなので、家族のことを考えるとですね、購入してよかったものではあるんですけれども、もろはの剣と言いますか、なかなかね、恐ろしいものだなと思います。さあ、そしてですね、第3位いきましょう。第3位は車載用冷蔵庫。これはですね、車中泊の旅、今年の5月に行った車中泊の旅、5月11日から、5月22日にかけて行ってまいりましたけれども、この旅の時からですね、使ってる、冷蔵庫になります。まあ、本当に車中泊の旅もすごく楽しくて、またやってみたいなと思っているんですけれども、この冷蔵庫、電源はですね、2way 対応になってまして、シガーソケットからも電源を取れますし、コンセントからも電源が取れるというものになってます。で、ですね、普通の冷蔵庫として使うこともできるんですが、マイナス温度にしてですね、冷凍庫としても使うことができます。まあ、使いながらですね、耐久性だったりとか、排熱だったりどうなのかなと思ったりもしたんですが、夏場に使っててもですね、そんなに目立つような排熱もなくてですね、もう5月ぐらいからですね、クーラーボックスを使うことがなくなりました。未だにキャンプに行くときはこの中に食材とかを入れて運んでます。まあ、車で移動してるときはですね、シガーソケットで使ってるんですけれども、まあ、キャンプ場に着いてからはですね、ポータブル電源で、これを動かしてるんですが、消費電力もですね、すごく少ないので、まあ、ポータブル電源一つで朝まで問題なく持つような感じです。ただ、マイナス温度にしとくとですね、さすがに消費が激しいです。夏にですね、四国の方に遊びに行かせてもらいまして、四国でキャンプをしたとき、このときにですね、かき氷を作ったんですが、だいたいそのときでですね、どれぐらいだろう、5時間弱ぐらい、だいたい5時間弱ぐらいで11万ミリアンペアアワー、これがですね、ほぼ空になりました。山口県から氷を入れて四国まで運んで、まあ、どれぐらい持つだろうかという実験でそれをやってみたんですけれども、まあ、5時間弱ぐらい持つのであれば、まあ、例えば夏場なんかで言えばキャンプ場の近くで氷を買って、まあ、夜ぐらいまで持てばいいというような使い方であればですね、まあ、問題なく氷もそのまま使うことができるのかなと思ってます。まあ、クーラーボックスってですね、いいものを買おうと思ったら、まあ2万円とか平気でしちゃうと思うんですが、まあ、この冷蔵庫はですね、だいたい2万4000円ぐらいなので、まあ、入る容量はですね、18リットルと結構少なめではあるんですが、まあ、一家族がですね、1日キャンプをするというぐらいであれば問題なく容量としては入るのかなと思います。で、Amazon の方を見てみたらですね、僕が使ってるのはマイナス22度から10度の冷蔵庫なんですけれども、今はですね、マイナス22度から55度の冷凍もできるし加熱もできるというような冷蔵庫も販売されてるみたいです。これだと5000円ぐらい高いのかな、だいたい3万円ぐらいで売られてるようなんですけれども、もしですね、気になる方がいたら見てみてはいかがでしょうか。
ちなみにですね、冷蔵庫の機能としてなんですけれども、この冷蔵庫内がですね、冷えるスピードもだいぶ早いです。電源を入れても冷蔵庫の中がなかなか冷えないというようなこともないです。さあ、そして第2位、またまたスケーターの保温調理鍋。この鍋がですね、2位に来たっていうのも結構意外と思われる方もいるかもしれないんですけれども、基本的にですね、この保温調理鍋は、料理をするためには使ってません。じゃあ何のためにですね、これを使ってるかというと、ファミリーキャンプに行った時にご飯を炊くために使ってます。まあ、僕がよく使ってるご飯釜がですね、1合しか炊けないんですよ。まあ、よくて 1.5 合。なのでどうしてもですね、家族で行くとなると量が少なすぎるということがまずあります。まあですね、キャンプで使っている方が多いのがメスティンを使っている方が多いと思うんですけれども、まあ、僕はですね、メスティン持ってないのであれなんですが、メスティンでですね、大きいものであれば、3合まで炊けるみたいです。まあ、このスケーターの保温調理鍋もですね、3合まで炊けまして、メスティンもまあ3合まで炊けるんですけれども、このね、大きな違いとしてはですね、保温ができるということです。まあ、どうしてもですね、キャンプとかでご飯を炊いたりするとそのまんまですね、冷めていくしかないですよね。で、冷めていくしかないご飯なんですけれども、このね、保温調理鍋で炊けばですね、そのまんまね、保温もできますので、なんとですね、ご飯があったかいまんま3合丸ごと食べられるというようなものになってます。やっぱりですね、あったかいご飯の方が美味しいですし、子供たちにもですね、あったかいご飯を食べさせてあげたいというのがありますので、このね、保温調理鍋で、白いご飯は炊くようにしてます。なのでですね、ファミリーキャンプに行くときはこの保温調理鍋を必ず持っていくようにしてまして、毎回欠かせないものになってます。まあ、もともとですね、キャンプ用品としてこの保温調理鍋が作られたというわけではないんだとは思うんですけれども、ガスも IH も OK で、途中で火から下ろして保温調理器の中に入れて待っておくだけでご飯が炊けますので、すごくご飯が炊きやすくなってます。まあ、キャンプに行くときはもちろん使ってるんですけれども、それ以外でもですね、どっか遠出をするときとかにこのね、ご飯をね、仕掛けて持って行ってるんですよ。あったかいご飯をですね、そのまま食べることができるので、すごく重宝してます。さあ、そして第1位、ポータブル電源。来ましたね、ポータブル電源。やっぱりね、キャンプ場だったり、車中泊の時だったり、電源を使いたい時にこれはね、本当に役に立ちます。スマホの充電ももちろんできますし、今回ね、ランキングの中で出てきた、車載冷蔵庫だったり電気毛布だったり、そういったものもですね、普通に動かすことができますので、まあ、ポータブル電源はですね、やっぱり一家に一つあるべきなのかなと思ったりもします。まあ、特にですね、夏場はそうでもないんですが、冬はですね、外で使いたい家電があるという方も結構いらっしゃると思いますので、ポータブル電源はね、本当にあってよかったなと思うものです。このポータブル電源があることによってですね、過ごし方というか、できることがだいぶ変わりました。まあ、僕なんかはですね、キャンプに行った時に毎回使う照明器具、まあ、例えばランタンとか使ったりとかすると思うんですが、僕はですね、100均の LED 型電球ライト、これをですね、毎回使ってます。まあ、ポータブル電源がある前は、まあ、大体ですね、2万ミリアンペアアワー、これぐらいのポータブルバッテリーを使ってたんですけれども、容量切れを起こす心配とかもあってですね、もう大事に使ってるというような感じだったんですけれども、容量が多いものを使ってるとですね、まあ、その辺も気にせず使ったりすることができます。大体の使い方としてはですね、 USB の部分に100均の LED ライト、もしくはスマホの充電、あとはシガーソケットの部分にポータブル冷蔵庫、これをつないでコンセントの部分でですね、ビデオカメラの充電をしたりとか、電気毛布を使ったりとか、そういったことをしてます。まあ、そういったわけでですね、あってよかったもの第1位、ポータブル電源なんですけれども、本当にね、一つあると世界が変わると言っても過言じゃないんじゃないかなと思います。今回はですね、2019年、あってよかったベスト7、こちらを選んでみました。まあ、おそらくですね、今年もあと1ヶ月弱ある中で、新たにね、買ってしまうものとかも増えるかもしれないんですけれども、まあ、その時はですね、また別の動画としてご紹介できればなと思います。ということで、キャンプや車中泊をしながらですね、便利な道具を探している方、もしくは、これからキャンプや車中泊を始めようとしてですね、あった方がいいものを物色している方、そういった方の参考になれば嬉しいです。それでは。